どうも皆さんこんばんは。花と太陽と雨と今日もブレイしていきたいと思います。では始めます。おはようございます。モンド様、無言だ。朝食のご用意ができております。お待ちしております。元気ないのかな。ここは相当に異常な島だ。痛感した。俺はエレキ島に行った。殺風景な景色に発電所があるだけの島。何かそこに、何もないはずの島に不安を感じた。ここには得体の知れない何かがあるのかもしれない。もうコーヒーは飲みたくない。今日こそ忘れずにエドに行っておこう。最高のダージリンを頼むと。はい、ではあれ？ではフロントに行きます。では、エドのところに。モンド様、お待たせいたしました。朝食はやっぱり、誠に残念ですが。行ってくるよ。行ってらっしゃいませ。やっぱりご飯食べられないや。そっか。よし。トラックの事故は、やっぱり同じことを繰り返すんだよね。ってことは、そっか、看板が飛んできてなくても当たり前なのか。え？ちょっと待って。ん？どうされました、モント様。ヤーマチさん、これからダイナーへ。はい、ランチの準備です。大変だね。いいえ、日課ですから。まあ大変。事故ですか？ああ、昨日も同じ事故があったんだ。しかも同じ場所でね。あら、昨日は何もありませんでしたよ。ここを通りましたが、おかしいな。これだけの事故だ。簡単には撤去できないだろうに。それより、乗っていらした方に怪我はなかったのですか？さあ、モンド様、よろしければダイナーにいらしてください。美味しいランチをご馳走しますわ。いかがかしら。いいね、ぜひともいただくよ。朝飯もろくに食ってないからね。では先に行ってます。絶対に来てくださいね。ありがとう、マチさん。やっぱり同じ一日の繰り返しですよね。ってことは、看板も飛んできたことにはなってないんだよね。
スミオが発電所のことを解決したので、あのことはなかったことになってまた一日が始まってるってことだよね。本当に大丈夫なのか。まあいいか、まあいいかって。え、いいの？ってことは何？マチさんのところにダイナーに行くの？いいんだ、ほっといても。いらっしゃい、モンドさん。マチさんに招待されて。聞いてるよ。さあどうぞ、中に入ってくれよ。ああ、ありがとう。はい、では入ります。マチさん、どこ？ん？マチ、え？マチさんどこ？さっきの人に話しかけなきゃいけないのかな。マチさん、あ、いた。モンド様、ようこそ。もう食べられるのかい？もう少しお待ちください。本日のランチはカジキマグロのソテーです。この島のマグロは絶品ですよ。油の乗りが違うんです。ほう、それはうまそうだ。さあお座りになってお待ちください。そうだ、モンド様、実は。嫌な予感だね、マチさん。あら、まあ嫌ですよ、モンド様。あそこにいらっしゃるお客様、悩んでいるみたいで。そりゃ大変だね。事故を起こしたとかで。さっきの事故です。まあ落ち込むね、普通。俺は少なくとも落ち込む。何かトラブルのようで。モンド様、声をかけてください。マチさん、断るよ。やっと美味しい飯が食えるんだ。そんな、冷たい人なんですね。そんな方に私の料理は食べさせられないわ。すみません、モンド様、今度の機会にしてください。そんな、そりゃないぜ。さ、とっとと出てってください。やれやれ。わかったわかった、マチさん、声をかけりゃいいんだろ。さすがはモンド様ですわ。お願いいたしますね。何か騙されてないか。さあさあお待ちくださいね。騙されてる気がする。あ、この人だ。頭抱えてる。おっさん、どうした？はあ、わかりやすい落ち込み方だね。事故だって？ああ。聞いてくれますか？ああ、聞かないと飯が食えない。聞いてやるよ。事故を起こしてしまったんです。知ってるよ。それでね、落ち込んでいるんです。それだけ？ええ、それだけです。大したことじゃない。誰も怪我してないんだ。まあ、まあ元気出せって。それじゃ、もしやあなた噂の探し屋さんでは？ああ、それはよかった。あんまりよくないよ、こっちは。なくしてしまったんですよ、あれを。あれ？息子へのプレゼントです。息子ね、いい父親じゃないか。あれ？息子？ちょっと生意気な子なんですがね、本当は素直な子なんです。ああ、あの子かな、もしかして。
名前は？俺は、あ、やっぱりそうだ、翔太郎です。ガビーンってガビーンって古いな。まあしょうがないか、古いゲームだもんね。あのクソガキの、クソガキってあなた失敬な人だね。人の息子捕まえてクソガキとはなんだ。親バカだ。そんなだから穴ガキになっちまうんだ。父親なら子供放っておくなよ。あなたに言われる筋合いはない。何なんだこの男は。勝手にしろ。なんだ逃げるのか。だらしない男だ。仕事もろくにできん男らしいな。口が過ぎるぞおっさん。本当のことだ。なんだそのカバンは。スパイ気取りか。あおいこら、このクソ暑いのに黒スーツ。頭沸いてるのか。翔太郎くんと全然一緒なんだけどクソ親父、この親にしてあの子ありって感じ。まったく、お前はガイドブックがなけりゃ仕事もできんのかい。おかしいと思わんのか。なんでガイドブックで謎が解ける。待て、それ以上テロリストを阻止するだって。バカじゃないのか。バカ者だよお前は。ただのたわけ者だ。こらクソ親父、許さんぞ。お前が逃げるのならもっと暴露してやる。どうだ、私のなくしたもの探し出せるのか。ああ、探してやるよ。ここで待ってろ。親子揃って狂ってる。おい早くしろ探し屋くん、料理が冷めてしまうちょっとひどい言いようだな。ギブアップじゃない。ちょっとマチさんにちょっと行ってきます。行ってこないと。マチさん、モンド様どうしました。参ったよあのクソ親父。まあモンド様、汚い言葉使って怒られますよ。誰に。誰ってほら、マチさん、俺には親はいない。まあそうとは知らずに。気にしないでくれ、大切な仲間がいるから。それよりだ、聞こえましたよ、激しく口論してましたけど。あれはとんでもない親父だ。ナイスミドルじゃないですか。ちょっとタイプマチさんのタイプなんだ。マチさんふざけないで。あら失礼。なんでもね、息子さんへのプレゼントをなくしてしまったとかでね。聞いたよ、何をなくしたか知ってるかい。いえそこまでは。そうか、きっとあの事故現場の近くでなくしたんでしょうね。本当かい。なんとなくですよ、責任は持てませんよ。ちょいと行ってみるか。急いでくださいね、もうじき料理が出来上がりますから。あ、急いで帰ってくるよ。行ってらっしゃいませ。ふやー、また事故現場まで行かねばならんのですか。大変だな。いた、自転車貸してケン、すぐ戻るよ。どうした。ああ、またあいつだ。ん、どこ。ん、あそこだよ。え、よく見えるな。パワービーチの入り口だよ。この島の人間は視力がいいんだ。で、誰なんだ。ステップだ、俺の幼馴染だね。おー、寝癖の悪いやつでさ、
旅行客から盗むんだ。何を？いろいろ。でもさ、誰も尻尾をつかめないんだ。樋口が巧妙で、昔から器用でさ。ほう。モンドさん、あいつには気をつけて。近づくと盗まれるよ。あ、そうするよ。あ、あいつこっち見て笑ってやがる。まったく、狙ってるよ、モンドさんのこと。それだったら会ってやるさ。俺は逃げるのが嫌いでね。会ってやるさ。あんまりあいつのこと舐めない方がいいと思うけど。心配するな、ケン。それじゃな。また新しい人が来てきましたが、パワービーチの入り口、すごい目がいいな。どこにいるの？どこにいるの？あ、この人？あれ人だったんだ。近づくとまずいって言った？まあいいか。僕の合図届いた？俺を探していたのか？別に。よそ者は簡単だから合図を送ってやるんだ。盗みのか？自信たっぷりじゃないか。僕に盗めないものはない。あんたもだろ。ああ、俺に探せないものはない。じゃあ勝負だ。僕の盗んだものを探してみなよ。何を盗んだ？あのダイナーの男、聞いただろ、なくしたって。君が盗んだのか？そうさ。火にはご用心。火？あの親父事故ったろ。そうらしいが、ふふふ、その原因だよ。僕には必要がないから事故現場に捨てたよ。なるほど、読めてきたぞ。事故の原因か。大ヒントだ。誰かが先に見つけなければいいけどね。簡単なことだ。どう？やってみる？面白い。そう。失敗したらこのカバンもらうから。いいぞ。その代わり、僕が負けたらでしょ？いいよ、僕の命をあげるよ。いやいや、命なんかいらないよ。いらんよ、そんなもの。それよりうまい飯をくれ。ふふ。いいよ、それで。制限時間は？無限だよ。さ、開始だ。また会おう。またね。そうですか。無限か。すごい自信だな。まあ解決しなきゃ次のパートに進めないので無限といえば無限だよね。まずは事故現場に捨ててきたって言っていたので、事故現場に、あ、虫。この事故、あの親父が心配してやって損した。違う、やっぱり翔太郎くんに話さないとダメなんだ。あ、黒スーツ。なんだクソガキ、あっち行け。黒スーツ、パパに会ったろ。あ、お前にそっくりだ。最悪の親子だ。憎まれ口が上手だな、黒スーツ。黒スーツって呼ぶな。なあ黒スーツ、ここに落としたんだ。勝手に落としてろ、俺は忙しいんだ。
オイラのサッカーボールが見つからないんだ。さあ知らん、どこか行っちゃったんだ。それよりここで何か見なかったか。見たよ。何を見た。教えない。教えるもんか。教えろよ。いいよ。なんだ、何を見た。探せよ。は？オイラのサッカーボール探せよ。なんだと？そうしたら教えてやる。クソガキ。頼むぞ黒スーツ。そんなん。ちょっと待ってよ。え？一緒だな。他になんか、浮かれないな。早くしろ。誰もヒントなんかくれないと。自分の力で探してみろ。ここでなくした。もうステップっていう人のとこ行ってみよう。あの人が盗んだってことはあるかもしれないでしょ。違うかな。ステップ、ステップまだいる。あれ？いない。いない。どうしよう。ステップ知らない？行ってみよう。モンドさん、十分気をつけてね。あれ？違うのか。違うぞ、マチさん。事故現場に行けば何かわかるかもしれませんよ。こっちじゃなかった。なんということ。走ってきたのに。事故現場までワープだな。